作曲者の名盤最上部に、ウィーン市民第一ワルツ冒頭の一節が示されている、ウィーン市民作品419は、カール・ミヒャイル・ツィーラーが作曲した、ウィンナ・ワルツ。作曲者の最も代表的なワルツであり、シュトラウス一族の作品と共に演奏される機会も、多い。ウィーン市長社1890年2月12日。 落成して8年が経ったウィーン視聴者において、初めての舞踏会が催され、2つの楽団が出演することになった。エデュアルト・シュトラウス1世が率いる、シュトラウス管弦楽団と、カール・ミヒャエル・ツイーラーが率いるウィーン第4連隊、いわゆる、ドイチューマイスターであった。ワレツとして知られるヨハン・シュトラウス2世とツイーラーは、それぞれこの舞踏会のために新作を用意した。 視聴者舞踏会というワルツを準備したシュトラウスに対抗し、ツイーラーはこのウィーン市民というワルツを準備した。人々が軍配を上げたのはウィーン市民の方であり、その評判はワルツ王の作品をしのいだという。第一ワルツを使いのブラウザでは音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。なお、 ツイーラーは2年後の1892年、また、ウィーン視聴者での舞踏会のために、大都会的にというポルカを作曲している。ウィーンシミニア、大都会的に、そしてシュトラウス2世の、視聴者舞踏会は、ウィーン視聴者での舞踏会のための作品という、性格上、ウィーン市あるいは、視聴者そのものに関連する題名を与えられたもので、ある。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は、 以下の通りである。ありがとうございます。